皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年2月の3日、14時54分、音楽業界の方たちや、まあ、テレビ局の方たちや、まあ、経済界や国会議員の方たちにお話を通していた方がいいんですかね。まあ、能登半島の大地震がありまして、で、まあ、昔東日本大震災の時に音楽業界の方たちで、まあ、例えば Perfume だとか、あと、ベビーメタルっていうバンド、まあ、海外のその大物バンドと一緒に活動させてもらって、で、まあ、義援金を送ってあげてほしいと。まあ、現地でその募金活動とかしてさせてもらえたりしたら、まあいいんですけども、まあ、海外でそのライブとかをさせていただいて、まあ、それ相応の収益があって、その中から、自分たちの取り分とか経費、まあ、人件費とかですね、かかった経費、あともちろん納税のお金、そういったものを差し引いて、まあ、その被災地に、まあ、義援金を、送ってほしいと、まあ、そういうふうな形で行ってたんですけども、まあ、今回のその能登半島の地震でグレーの皆さんにそのちょっとお願いしてみようかなと思っています。ホームページ淡井圭介の利益の日本人の、男性の歴代ベスト曲100というものを自分のホームページから、各動画へアクセスできるように、まあ、作っている最中なんですけども、その中で、まあ、グレイさんの曲で再生回数、動画の再生回数が、2万回とか3万回とか、すごく低いのに、曲のクオリティとしてはものすごく高いものがあると。まあ、ホームページは淡井圭介の履歴の、まあ、この位置にあるんですけども、65番が、下の方に、あります。この辺り、65番。だからそのちょっと上に、まあ、こういったものがあるんですけども、ここへ、アクセスしていただいて、で、ここで記載してる、その、バンドの方たち、その、やっぱり海外の人たちに、その曲を披露するにあたって、もちろんもう、先に海外に進出してるような曲っていうのは、まあ、難しいでしょうし、クオリティの部分、あと歌詞的にどうかっていうところ。で、その辺のところを、考慮して、まあ、例えばグレイの皆さんでピックアップしてる、こういった曲。まあ、日本の音楽番組でも、例えばカウントダウン TV とかミュージックステーションでも、こういった曲を、例えば、まあ、10曲行ってしまったら完全にライブになってしまうんですかね。それが地上波で、無料で見れてしまったら、やっぱりまずいっていう部分があるんです。かね、まあこの辺で、上げている曲を、まあ、特にまあまあここで上げてもらってる曲でいいと思うんですけども、まあそれを海外の人たちに、拝見していただいて、まあだからまあ経費とかその納税とかを差し引いた分のお金を被災地に送るっていう部分に関して余剰金を作る話がないということになってくるかと思うんですけども、まあその辺のところは海外自分たちのその知名度が広がるっていうところで、まあ受け止めていただけたらなと思います。で、まあ日本の音楽シーンでもその動画の再生回数の少ないもの、ここ、そのグレイさんだけじゃなくて、シャムシェイドとか、他にもいろんなまあ曲を、リストアップしてるんですけども、そういった曲とかもテレビで、放送した方がいいんじゃないかなとは思います。シャムシェイドさんなんかは、もしバンドとして復帰できるんであれば、その海外で、その、
ライブとか、あと音楽番組出してもらって、で、その目的、その能登半島の大地震の人たちに、まあ、グレイさんもそうなんですけど、まあ、ラルク・アンシェールの皆さんもそういうふうに活動していただきたいんですけども、その、ラストスターロックバンドとして、ルナシーの方たちと、まあ、ハイドさん、まあ、ルナシーのギタリストの、方と、ハイドさんや、まあ、他のメンバーで、まあ、構成されてるんですが、そのワンセットで、例えばルナシーと、その、ラルク・アンシェールとしての曲を、披露するとで、やっぱりちょっとボーカルが変わってしまうと、やっぱり違和感があるので、まあ、もともとのその曲は、もともとのボーカルの方に歌っていただきたい。で、海外で、そのテレビ放送にしても、そのライブに関しても、その日本語で歌いながら、そこの母国の国の、字幕を必ず、つけてほしいと。例えばライブだったら、オーロラビジョンに、上の方の段に、下の方の段につけると、ライブ会場とかのお客様の位置によっては見えにくいっていう部分があるから、やっぱり歌詞っていうのを僕はすごく気にしてますので、まあその辺のところしっかりと表現、その母国の国に訳していただいて、言語で、しっかりと伝えていただけたらなと思います。で、まあ他にもここの中でそのピックアップしてる曲で言った、あとは、まあ、まとまった曲数があるのはラファエルさん、そのライブを披露するにあたってある程度の曲数が必要になってくると。で、全てが全てハイクオリティな曲ばっかりを演奏したら、やっぱりジャパンクオリティすごいなっていうことになってくると思うんですよね。で、そのすごいなで、被災地にお金が届けばっていう、まあ、そういう考え方ですね。以前はその Perfume さんとそのベビーメタルさんに行ってもらったんですけども、まあ、やっぱり、ここにリストアップしてる曲と比べたら、全然曲のレベルが違うと。だからまあ、以前東日本大震災でその募金活動とかに参加していただいた海外の方たちとかは、やっぱり善意で、お金を出してくれてると思うんですね。で、まあ今回は、そのお金を払ってライブ会場まで来ていただいた方たちに、本当に来てよかったと思えるような、人生、この曲知らなかったら、損していたと。まあそういうふうに思えるような曲をリストアップしてますので、まあそういったものを聴いていただいたら、まあ、来ていただけるだけの価値はあるんじゃないかなと、思っています。だから、一時どうでしたっけ？まあ、中国の方たちも日本で、まあ、演奏されていたことがあったと思うんですよ。なんとか12楽部、まあ、中国の楽器を、元にして、演奏されてたと思うんですけども、その当時どうでしたっけ？中国で何か大きな災害とかありましたっけ？で、今その海外の方での、先ほど申し上げたライブに関して、例えばまあ中国もそうですし、まあアメリカだとか、まあインドネシアだとか、まあもともと日本が広げてきた地域でさせていただけたらなというところですね。それとある程度、やっぱり経済規模がある程度のところじゃなかったら、まあ、まとまった金額は集まりにくいっていうところもあるんですけども、最悪、経費と人件費で赤字が出てしまって、募金へ回す、その売上の方からの募金へ回す分が、ほぼありませんみたいな形になるケースが、あるかもしれませんので、まあ、ある程度の経済規模と人口のいらっしゃる地域をお勧めさせていただきました。まあ、ヨーロッパとかそういうような単位で、できたらそれはそれでいいんでしょうけども、まあ、英語圏だとか、フランス語と、まあその次、ドイツでライブとかで、ドイツ語でとか、
字幕の方とか、そこまで、対応できますかね。多分、まあ、中国、アメリカ、インドネシアあたりを、この3つをの地域をライブとかで、まあ、テレビ出演するだけで、相当、目いっぱいなスケジュールになってくるかと思うんです。で、まあ、ある程度の期間、その活動して いただけたら、まあ、日本に帰ってきていただいたら、まあ、もしくは往来するような形になるかと思うんですが、そのご家族さんだとか、その親の介護とか、いろいろ、ある方はあると思いますので。で、うん。その、できれば、同じようなことをね、今後、その、例えばアメリカで大きな災害がありました。地震以外でも、例えばハリケーンだとか。で、そういった時に、その、日本の方でね、そういうふうに募金活動、ライブで、今僕は、示したように、その、自分の国の、その、そのバンドの人たちとか、音楽活動を長年続けてきた人たちの、その、これっていうような曲を、複数、ライブしてもらったりだとか、まあそれはインドネシアの方たちもそうですし、中国の方たちも、でそこで日本人の人たちが、例えば中国の被災者の人たちに募金活動する、アメリカの、災害被災者の人たちに募金活動するとか、まあそういうふうな、多国間とのその良いつながりっていうのを、まあ、ある程度、その政府同士で、ちょっとこういう話になってますんでっていうことを、彼が申し出てきてるんでっていうことで、政府間でも、話通してもらったら許可おりやすいでしょうし、まあ、もともと行政とか、そのホールとか、ライブするにあたって、で、あと、テレビ局のバックアップとかなかったら、急に他国の人がライブしに来ても、まあ、お客様が集まらなかったり、だから CM 云々告知云々っていうことになっていくんですけども、だからその辺のところは各国のそのテレビ局の人たちのご協力も必要でしょうし、まあ日本みたいに、まあ上を遡っていくと総務省の管轄だとか、まあそういうふうな話になってくると思うので、まあ行政の方たちにも、まあ話を通しといて、まあ民間レベルでも、まあ日本みたいな経団連とか経済同好会のようなものが、まあ、他国でもあると思うんですけども、まあその辺のところもうまくご協力していただけたらなと思います。で、今後、その、お互いの国で、まあそういうふうな活動をしていくっていうことで、まあどうですかと。まあそれ、そういうふうな、以前そういうふうな形が出来上がりつつあったような気がするんですけども、そのなんとか十二学部とか、そういう人たちが来られてっていう。あと、まあ、選んでる曲に関して、その歌詞の中で、その変な歌詞がない。例えば、ちょっとエロいような内容だとか、そういうことを感じさせるような、それを連想させるような内容の歌詞とか、そういったものはないようなものを、基本的に、集めています。で、まあ他国の方たちも日本で演奏するときはそういうふうに、歌詞には、こだわっていただきたい。まあ今までそういうような内容のものをまずテレビに出演して、まあ演奏して歌ってっていうのはまずなかったと思います。まあ2002年の頃、ロシアの方たちで、まあ若手の女性2名で、まあユニット名って言ったらいいんですかね、2人組ですから。名前がタトゥーだったので、帰っていただきました。まあその時、即興というか、時間、余った時間、誰か演奏してもらえますかということで、ミシェルガン・エレファントでしたっけ、さんが演奏してくれたんだったと思います。だからまあ、そういうふうな、まあ、バンド名とか、そのユニット名とかも、まあ、おかしなものはお互いの国でなしということで、まあ、綺麗な歌詞。良い内容、励ますような内容とか、まあ苦しい立場にいらっしゃる方たち側に寄り添った内容だったりだとか、まあグレイの曲で、そのダイアナエースという、
まあ、野球漫画がアニメ化された時のその曲にをまあ作って、いただいた時の曲なんかはまあアニメで使用しますから、それを例えば被災地とかに置き換えたとしても応援歌として、受け止めれるでしょうし、まあそういうふうな形でうまく応用していただいて、そのメッセージ発信していただけたらなと思います。でこれ複数の、ね、方たちのバンドとかを挙げているのも、その地域、中国は中国で一時期ある程度長い期間滞在して活動したりとか、国土面積広いじゃないですか、その中国にしてもアメリカにしても、まあ、インドネシアもそうなんですけども、だから、グレイと、まあ、ラルク・アンシェルとルナシーの合同バンドみたいな形で、まあ、2箇所で、あともう1箇所は、まあ、シャムシェードや、あとはラファエル、まあ、両方とも、まあ、復活してくれたらなとか思うんですけども、それプラスもともとビジュアル四天王と呼ばれていたシャツナや、ラクリマ・クリスティ、ガクトさんとマリス・ミゼル、あと一つが、何だったかな、ファナティック・クライシスで、そのあたりでピックアップしている曲とかもそれ限定で、まあ、行えば、まあ、10曲ほどあるからライブが開けるぐらいのレベルの曲数がある。で、まあ、クオリティはその複数のバンドからこれだっていう曲を選んでいるので、やっぱりそういうものばっかりを演奏したらやっぱり全然聴いてる方としたら次から次へとすごい曲が出てくる、良い曲が出てくるっていうことで、まあ、驚かれるでしょうし、まあ、その辺のところをこの3カ国でうまくローテーションだとか、もしヨーロッパの方も行けたらでいいんですけども、まあ、行っていただけたらなと思います。で、これを機に、まあ、ちょっとそういうような形でシャムシェードさんとかラファエルさんを復帰してみてはどうですかという部分もあるんです。っていうのはやっぱり先ほど言いました時に言いましたように、そのボーカルの人の声じゃなかったらしっくりこないんですよね。YouTube で誰それさんの曲を、歌ってみましたとかあるじゃないですか。でやっぱり、9割以上がしっくりこない。だからまあプロとして活動して、それも長い期間で、まあこの間相川七瀬さんのそのX か XJAPAN の時のラストネイルっていう曲を歌っていた動画あるんですけども、まああれぐらいだったら違和感は感じないですね。ただまあもともとマダトシさんとか健在でしょうし、まあ海外で行う、まあその X とか XJAPAN に関してはもともと海外活動されてるじゃないですか。だからまあまあ新しさ、その聞かれた人たちにとって新鮮さっていうものがあるかなって言ったらどうかなという部分があって、まあまあしていただけたらしていただいたで、助かるんですけども、まあこれをこうなってくると相当の数のバンドの皆さんが海外で活動されることになるんで、まあ政府経団連とかいろんなところからの後押しで、海外のその大物バンドと呼ばれてた方たちと一緒にライブとか、まあ、そういうような形をさせていただいたら、まあ、伝わりやすいでしょうし、それには海外の、音楽番組にも出演させていただいて、で趣旨を述べて、地震の被災者の方たちへのっていうところを述べさせていただいて、で、まあ聞いていただくと、まあ、聞いていただけるだけの価値はどの曲も十二分にあると思いますんで、するだけの価値は聞く方にとっても、あると思います。それは他の国の音楽業界にとっても良い刺激になるんじゃないですか。日本こんなレベルで曲作ってきてるよって、他の国でもあんな風に活動してるけども、そういう話来てるけども我々音楽業界としてもっていう、そのアメリカのねとか中国とかインドネシアの音楽業界の人たちも、僕もそれでいいって言ってるけども、みんなでそうしないっていうようなことも話してくれたら
まあ、世界に対して、まあ、良い話、それをもちろんオープンに行うことが意味があることであって、まあ、それが、うん、国連としてのまとまりであって、あまりたくさんいろんな国回るっていうのも、ある程度の数にしなかったら、一つの国だけでも、中国だけでも、ものすごく広いじゃないですか。いろんな各地で、いろんなショーで、ライブとか行った時に、国土面積が全然違いますからね。日本でも全国ツアーって10カ所以上回ったりするじゃないですか。じゃあ中国だったら100カ所ぐらいみたいな話になってくるじゃないですか。だから、まあ、そこまではちょっと無理でしょうっていうようなのが、まあ、僕としての感覚で、うん、各国をうまくローテーションでこう回るような形で、まあ、まあ3年ぐらい活動してもらったら一つの国で、まあ、1年間ぐらい一つの国で1年一つの国で1年みたいな形で、まあ、活動していただけたらいいんじゃないかなと思います。うん、お互いの国で、やっぱり中国の方も災害多いですからね、今までの。世界の災害情報っていうところに、まあ、僕のホームページからアクセスできるようにしてるんですけども、まあ、一覧表で、世界のものすごく大きな、その災害っていうのは今までたくさんあって、例えば大きな津波での、インドネシアの被害でしたら、お亡くなりになられた方が22万人だとか、想像でするような、方の数が、亡くなられています。で、大きな地震は中国でも、やっぱり国土面積も広いですから、ある程度 の粘土でやっぱり発生します。だからそれはアメリカでもハリケーン含めたら同じようなものであって、だからお互いの国同士でそういうふうな、他の国の人も気にかけてますよっていうような、そういうところがね、こうあったら、まあ、被災地の方たちを報われるんじゃないかなと思います。まあ、その、ご老体の方たちのことをね、その、考えて、この間、その、まあ、カメラマンの方で、被災地を、まあ、撮影されてる人がいて、その、被災地の方たち、その、特にご老、うん、まあまあ40代とかも含めてそうなんでしょうけども、それ以上の年齢の方が、もし家が全壊とかしたら、もうその年齢だと新しく家建てたりすることできないじゃないですか。で、うん、その、例えば商売してる人たちとかも、店が丸ごと倒壊したりとか、潰れたりとかした時に、もうどうしたらいいんだろう。っていうのが、実質的な、直面してる事実であって、まあ、頭を抱えてると。で、その状況を回復させてあげるには、やっぱりお金がいると。補修するにしても、何するにしても。まあ、その、まあ、涙ながらに、そう、写真家の方たちが、被災地の、うん、方たちのことを、まあ、僕が言ってるような内容のことを、言っていて、お金がいると。まあまあ、その辺のところで、我々バンドマンは、こう活動することを決めましたでいいんじゃないですか。その中、まあ、まあ、勢い出すために言うんですけども、その中、かっこいいじゃないですか。だから社会人として、大人として、先輩のバンドとして、まあどういうような生き方をするかっていうところで、やっぱりそういうようなところを世界に、うん、伝えれたらいいんじゃないかなって思います。まあまあそれのところでもお互いの交流で、そういうふうにしていただけたらいいんじゃないかなと思います。その僕、まあ他国の方がもし日本でそういうような活動をしたときに、そのライブ会場とかで、その募金箱を設置させてあげたりとかね。案外それで、ある程度の、方たちはだいぶ被害っていうのは回復すると思います。その、東日本大震災の頃ですかね、阪神淡路大震災もそうだった
ったのかな、その政府からの支給されるお金で、全会だと300万円、半会だといくらだったかな、150万だったような気もするんですけども、ちょっとその半会のところは僕もよくわからないんですけども、その程度、家屋によってどうだったかとか、もしかしたら細かい部分あったかもしれませんので、ただ、その前回の部分に関して、今回の地震に関しては倍掛けで600万円支給するっていうことになってるんですよ。ただ、その内容とかも結局、家屋の解体とかで、やっぱり業者さんに頼むと、それ相応のお金はかかってきます。ですので、やっぱりもう一度家を建てるとなると、もう正直若い人じゃないと無理でしょうし、若い人の場合で家を建てるとしたらローンの返済が残ってるから、まあ結局は公営住宅に住むか賃貸っていうことになるんですよ。だからそれはそれでやっぱりお金がいるから、だから間でもし破産法が通るのかどうかとか、まあそういったところはあるかと思うんですけども、その家のことで、まあ、とにもかくにもお金がいるっていう部分と、その活動内容、活動内容自体が、まあ、良いニュースになると。そこですね。だから、被災地の人たちは、からしたら想像以上に、まあ、苦しい立場であって、で、そこを元気づけられるものは何かなっていうところで、で、まあ、今回お願いさせていただきました。で、そのアイドルグループとかに関してももともと海外活動されてる人たちは海外活動されてるみたいですから、その辺のところに関してちょっと僕もよくわからないんですよ。もう海外活動もともとしてるんだったとしたら、海外でもライブをしたりしてるっていうことですよね。でグレイの皆さんとか、まあバンド活動を完全に、まあ停止されていたシャムシェイドさんとか、まあそういうふうな人たち、まあ、ラファエルに関しても、そのあたりは復活ということになってくるんですけど、まあ、そういう方たちだったら、まず海外で活動はしてないっていうことは分かってますから。で、まあ、ルナシーの頃の曲や、その、ラルク・アンシェルの頃のフラワー、例えばラルク・アンシェルだったらフラワーとか、ウィンター、ホール、ちょっとグレイさんのウェンターアゲイン、どちらがどちらだったかちょっと名前よく分からなくなる時あるんですけども、あとハニーだとか、そういうような曲あんまり海外に知られてなかったんじゃありませんでしたっけ。まあそれコメント欄見た時に海外の人たちの言語の何かコメントがついていたら、ああ海外まで広まってるのかな、どうかなっていうところが、まあ、分かったりするんですけども、まあ、再生回数が多分海外に本当に広まったら、その3曲だったら億超えは確実になってくる、動画の再生回数のクオリティですから。まあグレイの曲とかでもいろいろたくさんリストアップしてますけども、どれもこれも本気で海外のマーケティングを行ったら、億超えは絶対するでしょうね。例えばこれ懸念するわけじゃないんですけども、まあこの間まあ働きに行ってた時にアイドルっていうユニットがあるじゃないですか。そこの男性の彼がその現場で一緒に働きに来たみたいなんですけども、ちょっと特に会話することもなく、あまりまあ僕もここ働きに来たのは期間雇用で、でここもまだ初めての現場だから、もうここの仕事を今頑張るしかないから、ちょっとあまり会話無理だよっていうことを、まあ、伝えたんですけども、その YOASOBI さんのところの例えばアイドルっていう曲のクオリティを見た時に、動画の再生回数は簡単に多く超えてるじゃないですか。それは海外での活動を、頑張ってきたから、そういう再生回数になってるのであって、曲一つのクオリティとしたしてみると、まあその僕のね、その日本の男性バンドのベスト100のところ、まあ、作り中ですけども、そこに出てきてる曲と比べたらほとんどのこちらの曲の方が勝ってるんですよ。アイドルという曲の方が歌詞と曲を聴いた時に上回ってるかっていうと、歌詞と曲のレベル、あと歌い方、
どちらかというとちょっとおちゃらけたような内容であって本物感はない。それだったら YOASOBI さんだったら夜にかけるとかの曲の方がはるかに、何倍も上いってる、クオリティの曲であって、まあ祝福という曲だとか、だから世間との動画の再生回数のところがその辺のところでちょっとズレがある。ただその辺のところとかも、テレビ局の人たちにうまく解説してもらったら、まあ僕が書いてる感想のようなこと言ってもらったりしてもいいでしょうし、だからその辺のところで、まあ、被災地と結びつけての何か良い言葉とかを一言添えることによって、あと曲と歌詞の、意味とかそういったことも添えることによって、やっぱり再生回数とか、まあ、販売を行うかどうかはよくわからないんですけども、そのダウンロード型でその、販売元になってる、例えばゲーム関係とかだったら Apple Store とか、プレーションストア、ソニーストアですかね、まあちょっとその辺のところ名称わかりませんけども、ああいうふうなものが、まあ、プラットフォームになってるというか、だからそういうふうなところのものが日本の音楽業界で海外であるのかどうかもちょっと僕の方ではわからないで、だからまあ販売の部分に関して、例えばダウンロードとか、だからまあその辺のところに関してはどうされるかっていうところは、まあ皆さんでご判断していただけたらなと思います。まあクオリティに関してはまあ負けはしないでしょうけども、例えば日本で1週間で1100曲ぐらいそのダウンロードの曲が売れたりしたら、トップとかですから、その経費を考えた時に、それを海外で行うのにリスクを考えた時に、そこは音楽業界のプロの方たちに、ご判断していただいたらいいんじゃないかなと思います。な、基本的には動画の再生回数で動いていただいたらいいんじゃないかなと思います。これが、今回の、まあ、音楽業界や、日本政府や経団連、経済同好会、テレビ局の方たちへのメッセージということです。まあ、その音楽業界の、その何でしたっけ、横文字表記の、まあ、ああいったところとかをもちろん、海外ともですね、ある方たちは動いていただけたら動いていただきたいなと思います。まあ、皆さん総掛かりで行っていただいて、まあ、海外に良い内容や日本に良いニュースを放送できるようになったらなと思います。お互いの国同士でっていうことですよ。長い目で見ると、まあ、その海外の方たちも日本に来て同じような活動をするっていう、そういう受け入れ体制、まあ、そうすることによって、まあ消費者の人たちがまあ、良い曲と巡り合えるチャンス、そういうのがなかったら海外からの曲ってまず伝わらないですから、だから本当は他の国も良い曲探したらすごい曲は多分いっぱいあるんだと思います。だからその辺のところはまあもったいないなっていう部分もあるし、やっぱり良い曲を聴かせてもらったから、まあちょっと今回も他国だけども募金しとこうかと、まあそういうふうな気にもなってもらえたらなと思います。もちろん人道的に、いいよ出すよっていうような方とかも、いらっしゃるでしょうし、まあ、その辺のところは本当は良いニュースなんじゃないかなって思います。ということで、皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。以上です。長い間ご清聴ありがとうございました。